同じ店で吉和が継ぐとなってすごく難しいんですよ。同じでもうあの下ね倍ぐらい抜いてやっと並んだ。そのぐらいあのやっぱり親父の影響ってそんなもんだと思います。親父がもう大きすぎると二代目ダメだもんね。どこでもさ、うん、だってうちの前の僕が最初にいた吉野だってものすごい店だったんですよ。だからせがれの代になったらお客さんみんな流れてちっちゃった。